はい、アサシンクリードオデッセイ続きやっていきたいと思います。 DLC1。 はい、そんな感じで今回はクレタのね方のクエストをやる予定だったんだけど、さっきもちらっと見えたけど結社を殺してたんですよ。ここの二人は倒したんですけど、ソフォス、こいつがですね、なんとここにいるんですよね。で、ちょうどここが、お父さん、ダリウスと、ニーマンのいるとこに近いんだよね。まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、今回パートはニーマンの方のクエストをやっていこうかな。そんな感じに思ってます。あと、手がかりの方ね。結社の手がかりの方は、港のなんか、とこにあったりとかね。しました。一応、ヒントは出るから、その近くに行くと、この周辺に、結社の手がかりがある。表記があるんで。この辺か？あったぞ。まあ、じゃあそこ行きましょう。風に関する、あ、他のクエストですね。まあ、後ほどやっていきましょう、それは。今回はこっち。まあ、ここもね、やらなきゃいけないけどね。よいしょ。あと、録画外で、まあ、結社狩りと、あと、傭兵狩りをしておりましたけどね。なんか、狩りまくって、なんか70とかのやつが出てきてたんだけど、またなんか再びね、66とかそのぐらいの、なんか、無理なく倒せるやつも増えてきたんで、いい感じです。はい、到着。お、ローディングか？来てくれたのね。どうした？そこにいるのか？見て、武器の実演だわ。こいつか？結社のボスは。あ、こいつが嵐か。空間、私の武器だが、どこだ？設置済みですが、まだ試しては。さあ、撃て。ですが、安定性が。いいから、撃て。お前は、そこにいろ。直しておけ、明日まで。はい、出とけ。無理ゲーだわ。スキュラ号が私の帰りを待っている。だがまずは造船所を調べ、マヌケどもが他に何をやらかしているか確認しなくてはならない。行け。さて、嵐、あんな武器を使うのね。簡単には行きそうもないわ。うん、あれは脅威かもしれない。奴らがあんな力を利用できるようになったら、アドレスティア号ではかなわないかもな。艦隊だってかなわない。先手を打たないと。うん。何か考えがあるのか？あの女を狙うの。ここで終わらせられるならその方がいいでしょう。お、大きく出たな。奴を捕まえるぞ。造船所へ行こう。そう遠くない。お、行きましょう。なんか聞き耳立ててたぞ。もう多分追ってもダメなんだろうな。さて、やばいぞ。一応嵐だよね。嵐の結社、これお前だろ。さて、結社の一人が近いとこにいるけど、
殺せるなら殺しちゃう？うん、結構いっぱいいるな。やめとこうか。いけるけどな。いけるけどな。ちょっとやっちゃうか。やっちゃいます。ごめんな、行くわ。もう殺したんだ。あと1体。いけ、間に合え。 OKオッケーじゃなかった。よし、ちょっと借りますわ。ちょっと賞金稼ぎも来るしな。なんか左のレベル65バグってる？間に合わんか。結構もう近くに寄ってんのかな。よし、これ入らない時あるんだよ。これなんだろうね、一体。まあちょっと混み合ってるんでこれ終わらせますね。よし、で空で解決。ほい、金で解決。これでもう問題は起こすな。いやーい、はい、これでフルケシャ一体殺しました。よし、じゃあ先急ぎましょう。ふう、警戒が強そうだ。で、ここですね。まあ、なんかさっきいた人みたいなやつが、聞き耳立ててた？絶対なんか、到着した瞬間に始まりそうだぞ。はい。造船所か。分かれた方が嵐を見つけやすいわ。どっか隠れてんだろうな。食料と厨房の器具だ。責任者の女を知ってるか？何も知らない。構わないでくれ。ね、めっちゃ見られてるってやつ。何かがおかしい気がするんだ。嵐に見つかるわけには。殺される。武器の準備ができてない。できてないんだ。上？あれ、こいつあれじゃない？違うか。よいしょ。迷ったぞ。こっちかな？じゃないな。この範囲か。まあ、ある程度近づけば。あ、なかった。ここに来た女だが、どこにいる？去ったならいいんだが、ポセイドンをお助けを。
ポセイドンすら味方にしてるとか言って言ってたな。何かがある、あるいは誰かがいる。ここを任されてる女を見たか。声を落とせ。いろんな奴が聞き耳を立ててる。あと一人つけられてるようだ。さっきの上の男殺せるなら殺しとく。ここめっちゃ怪しいもんな。じゃあもう一人探します。はい、いたー。ここを任されてる女を探してる。武器はまだ準備できてません。まだです、まだ。お？ミーはめっちゃ移動してる。はい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 。嵐は見つからなかった。これを見つけたの。結社は私たちを捕まえろと嵐に命令したようね。罠にはまったか。父さん、このことを早く教えなくちゃ。お、つけられてる。血が追われてるのよ。ほら、あの倉庫よ。奴らの注意を引いて隠れる。その隙を利用して。うん、ああ、騒ぎを起こし倉庫へ向かってくれ。行動を起こす前に何人いるか確認しよう。用意はいいか。ひどい、あなたが好きだったのに。この人手なし来ないで。ちょっとショック。慎重に行動しないとダメだ。間に合ったな。ほいほいほい。やはい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 、行きますよ。もうチェーンアタック効かないんだからな。おいおいおい、待ってくれ。バワバワ。お前関係ないんだけどな。関係ないの混じるんだよな。嵐の居場所を吐け。奴は何をするつもりだ。あの方は自分の船スキュラ号に設置する武器を作ってる。そしてお前を捕らえるために赤い矢全体を封鎖した。わし使い、もう逃げる場所はないぞ。ファーストトラベルがあるかな。スキュラ号がお前たちを追い詰めるだろう。あの方の艦隊がお前を叩きのめす。お前にあの方は倒せない。どうだかな。行け、俺は先に親父さんのところへ。船の隠れ家で会おう。うん、嵐が俺たちを探してるのなら、艦隊を沈めて注意を引いてやろう。あれ？あれが傭兵歩いてんの？ちょっと殺していくわ。殺して、話再開しましょう。はいよ、お疲れ様でしたと。よいしょ。一応これね、懸賞金解除しとこう。OK。
となると、あの海の戦いになるのか。ああなるほどね。じゃあ行きますか。久々の海戦だね。何も強化も何もしてないけど、妹たちは乗ってる。船出の用意を。船長が舵を取るぞ。お、体当たり食らわしてる。風が出るぞ。ちょっとやべえな。OK。 何体かいるんだよな。めんどくさいから耐えたり食らわして沈めとくか。これで回復もするしね。オッケー。燃やして。あともう一隻か。ちょ行かしてくれ。早く行かしてくれ。乗り込みキャンセルできるんだ。ほい。ほいっと。わ、殺人になるんだ。みんな強いからな。こっちチェストないか。オッケー。奥だけね。回収。戻るぞ。違う。けい。けい。瞬殺だったな。もう英雄たちが乗りまくってるからね。強すぎだろ。お母さんも強いし。はい、お疲れさん。OK。あと一隻か。どこいる？北方の海を。大した艦隊だな、話は。あ、終わったか。お疲れさん。複数のクエスト受託確認してみましょう。一応あの結社の手がかりは入手。
ああ、嵐と一緒にいそうな感じね。で、クエストの方が、ここか。まあ、その前に、先にこちらですな。うん、さっきのとこの、ここだからね。まあ、とりあえず今回パートはここで終わっときますね。で、次回パート、お父さんのとこに行って、クエストを進めていきましょう。そんな感じで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。